皆さん、こんにちは。サユウです。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。次の図は半径が共に9センチである2つの半円を重ねた図です。斜線部分の面積を求めなさいという問題です。簡単そうで非常に難しい1台となっておりますので、ぜひ一度止めてやってみてください。それでは解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 はい。まず問題文をしっかりまとめましょう。二つの半円を重ねた図形。一つ目がこれにしますね。青く塗っておきます。これがまあ中心になります。はい。中心 O というふうにしておきます。二つ目。はい。中心 P である赤色の半円が重なっていると。で、残りのところを記号で置きたいと思います。え、これの交点ですね。交点 B と置いて交点 C。 つまり三角形 ABC の面積を今から求めていくということになります。はい、半径9センチということで、はい、ということで始めていきたいと思います。まずは30度という角度に注目してください。図形は線対称にもなっているので、 ま、三角形 ABC は二等辺三角形と言ってもいいでしょう。はい。なので、30度の二等辺三角形は、まず面積が出せるというふうに思っておいてください。どういうことかというと、例えば10、10センチ、10センチの間の角が30度の二等辺三角形の面積は、10センチを底辺とした時の高さが5センチになります。はい。なぜかというと、 はい、この直角三角形は正三角形の半分の図形といえるからです。30、60、90というやつですね。正三角形があった時に、はい。半分、正三角形を半分に割れば、30度、60度になりますよね。で、その時の長さの比が60度を挟んで、ちょうど1対2になる性質があります。え、一辺の長さを20、20、20と置けば、半分にすれば1になりますからね。2÷2 で1になりますから。 だからこれ10に対してそのの半分の5ここに三角形があるイメージですねだから底辺10に対して高さ5、えー、かける1 2分の1で面積25っていうのが分かるわけですねだからこの問題パッと見た時にあ AB の長さが分かればこの問題解けるぞというふうにまず思えるっていうことがまず第1ですよねだから狙いはここ AO の長さが分かってるので OB の長ささえ分かれば,、えー例,えばね、例えばこれが仮に 4cm だったとしたら 13cm13cm 13高さが 13÷2 というふうに分かるわけですねだからまず一旦 OB の長さが出ないかなっていう発想が必要だと思いますただ OB の長さが出せないんですよね出せないのでこの問題がすごく難しいということになりますはいそこでまず出せるとこをしっかり確認しましょう 出せるところは、ここに線引いちゃえば出せますよね。ここに線を引けば、三角形 APO の面積は、今のこの理論で、とりあえず面積出すこと、可能です。だから、残りのここの四角形 POBC の面積を、どうやって出すか、ということになります。はい、一旦出してみましょう。三角形 APO の面積。 は 9× 高さが半分この9の半分になるので2分の 9×2 分の1でとりあえずえ出しておきますえ4分の81です小数にすると20.25ですかねはいまあ置いておきましょうで残りのこの四角形 POBC の面積を求めにいきたいと思いますはいそこで この点 C とか点 B がどの位置にあるのかっていうのが大事なポイントになりますよね。結局こういう曲線ですね。こういう曲線見た時にここでちょうどぶつかってますよね。この直線とここでぶつかっていると。じゃあこの曲線っていうのは一体中心角何度のところなのかっていうのを見てほしいんです。だからまずはここの 点線見てください点線これヒントになってますよね実際なくてもいいんですけれども点線がヒントになっておりますつまりこの C っていうのは角 AOC のここの角度によって決められた場所ですよねじゃあこれ一体何度なのかっていうのを見てほしいこれいつも言ってるんですけれども曲線の長さとか面積巻き込む面積が欲しければ 一旦扇形にしなさいっていうのはもうえこのチャンネルでは常々言ってきてますだから中心があった場合に中心からこの曲線の交点端っこですよねだからこういうところとかこういうところに補助線補助線をやっぱ引いてきました今までで今回は C の位置が欲しいので、はい、こういう補助線ですよねはいこの扇形に注目したい でそうするとここ 9cm でここ 9cm ですので今度は三角形 OAC がこれ二等辺三角形になります OA イコール OC の二等辺三角形なのでここ30度であればこちらも30度であるということは30たす3060ですので180ひく60ですね60度で120度と。 つまりこの中心角が120度とわかると。はい。ということで、これが120度の扇形の交点とこの直線を結んだものだと。はい。ということになりますね。はい。ただ、これが分かったところで、まだ何もわからない。この四角形について何もわからないので、もう少し角度について書いていきましょう。まずこちらが、はい。30度、30度の えー、二等辺三角形ですね二等辺三角形であれば今度はその対照的に反対側、はい、今度は赤の赤の半円に対してこの点 B ですね B から A までも同じ扇形になってますのでこれも 120° 度の 30° 度と当然同じ結果が生まれますよねさあ少しちょっと見えてきました今分かったことはこれが 9cm9cm の扇形 と、もう一つは9、9センチ9センチの扇形。で、120度120度であると。さて、見えてきた方は見えてきたんじゃないでしょうか。非常に素晴らしい角度が一箇所あるんです。それは、ここです。さて、実はこれ、結論からいくと、直角です。なぜならば、120度のこの外角の方ですね。外角は、これ、60度ですよね。 180-120で60度です。はい。つまり、この三角形ね、交点、PB と OC の交点を9にでもしておきましょうか。三角形 QBO が、これこそさっきのこれですね。30、60、これ残り90になる。90度だったら面積求められる可能性ぐんと増えましたよね。じゃあ、あと、 この三角形の面積なんですけどこの底辺と高さが分かるかっていうとこれがまた分からない長さが分かんないですがここの長さのの合計だけ出ますよねここの長それぞれはまだ分かんないですけれども長さの合計はこの扇形に対しての 9cm 半径半径の 9cm でこちらもここの交点にして何対何とかね長さ,が長さは分かんないですけれども合計はとにかく 9cm じゃないですか 9センチと9センチが直行していると直行している時のこの四角形の面積ってこれ出せますよねあの有名どころでいくとひし形のの面積の公式ですはいひし形の面積の公式とははいこういうのがありました対角線かける対角線かける2分の1だとこれは正方形の面積にも使えるんですけれども これ一体何かっていうとまあ一般的なひし形描きましたこの対角線と対角線をかける1 2分の1が面積ということなんですけれどもこれは何かというとこっちの対角線をこっちに持ってきますこっちの対角線をこっちに平行移動するとま長方形ができるんですよね平行移動ですからこの縦と横はこれ直角ですだから一方の対角線かけるもう一方の対角線で何が出るかっていうと 長方形の面積が出る。そして、2分の1をする理由とすれば、はい、これ全部同じですね。同じ、同じ、同じ、同じなので、2分の1することによって、ひし形の面積が求まると。これが対角線かける対角線かける2分の1ということになります。だけど、これはひし形だけでなく、これ正式名称じゃないですけれども、タコ型っていうのにも採用されます。タコ型とは、 だからあげるタコですよねお正月にあげるタコですよねこうこうひらひらがついてるねこういうタコですよねあげるタコタコの骨組み、まあ、直角かどうかはねわかりわかんないですけども直角であるこういう図形がタコ型とした時にこれも同じ理論が使えるんですこの一方の対角線をスライドさせてもう一 一方の対角線をスライドさせても直角ですよねそうすると長方形ができて長方形の面積のちょうど1分の2になりますよねだからひし形じゃなくてもいいんですよねこの対角線かける対角線 ×1 分の2っていうのはひし形以外にもこういうタコ型ここがね今1対1っぽいですけどずれ全然ずれてても大丈夫ですよ こういう図形になってたとしてもはいこういう四角形だったとしても一方の対角線を左にもう一方の対角線を下に平行移動して長方形にしてやれば同じ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 ,同じになるので要はこの四角形の面積っていうのは長方形の面積のちょうど2分の1であるということが言えるつまり対角線が垂直 に交わっていればいつでも対角線かける対角線かける二分の一が使えるということです。ひし形に関わらずね。はい。だからこれが直角であると直角であるってことは対角線かけるもう一つの対角線かける二分の一でこの四角形の面積が出せるということです。はい。やってみます。そうすると九かける九かける 二分の一で四十点五ですね、はい。というわけでこの四角形 POBC の面積が四十点五というふうにわかるので、こちらの面積と足して二十点二五足す。はい、六十点七五平方センチメートルというのが正解になります。もちろん分数で答えても、えー、OK です。 はい。一度聞いたら理解は可能な問題ですけれども、ここまでたどり着くまでには、しっかりとした基本と正確な考え方、論理的な考え方が身についてないと、この問題、正解にたどり着くことはできません。はい。今回のやり方をまとめると、まず、30度の二等辺三角形は出せると。 AB と AC が等しければ、この間の角ですよね。間の角が30度とか、まあ、150度もそうなんですけれども、等しければ、面積は出せます。なぜならば、底辺に対して、高さが分かるからですね。2対1の高さ。えー、30度、60度、90度の2対1を使えば、高さが出せると。まあ、二等辺三角形に関わらず30度であれば、一方の長さが分かれば、高さが分かるということですね。だから今回は、OB の長さが、本来あれば、 まあ一瞬で解決するところが、OB の長さこれ出せないんですよね。出せないので、まず方針変換しないといけないと。解けないですし、時間もたくさんかかりますので、じゃあ次の方向性として、三角形 AOP なら出せると。三角形 AOP ならなんとか出せるので、なんとか四角形に持ち込みたい。四角形の面積。まあこれだったらまあ台形だから、今度はこことこことかね、求めるとか。 いろんなこと考えられますけど今回与えられた長さが9センチしかないんですよねでそこで今度は点 C とか B のポジションを考えるとこの曲線上のどのポジションに打たれたのかっていうのを考えてくださいでそうするとまあここですよねこの曲線上の AC と C とここ角までが一体どのような場所かというと扇形にした時の中心角120度反対側が60度 ということがわかるので、まあ1対2の点ですよね、要は。この半円状の1対2、60度と120度ですから1対2の点に打たれてるとか。っていうポジションがわかりますので、まずは一旦、扇形にすると。中心をしっかりとって、中心から C に補助線を引いて、扇形にするとで。すると何が生まれるかというと、半径の9センチ。こちらも半径の9センチなので、三角形 OAC が二等辺三角形とわかると。 二等辺三角形なので30度30度120度と計算ができこれは120度の場所に点 C が打たれているのだと、はい。という確認をしてください。で反対側も同じです。点 P から半径と半径に引けば30度30度2等辺三角形で計算すれば120度と120度のポジションにあるということになります。でそのことにより30度と30度が分かったんですけれども今度は 一直線である180から120を引けば60度なのでこの三角形とかこの三角形が非常にいい形になる正三角形の半分ですよねすると今回は30度60度90度まあになるように作られてるんですよね求まるようにね90度なので直角であるとだからこの線とこの線が直角であることを利用して今度はこれに持ち込むわけですね 9cm と半径である 9cm 対角線と対角線の長さが分かっているのでしかも直行していると垂直なのでひし形の面積の公式対角線×対角線 ×2 分の1で四角形の面積を求めるとはいというわけでいかがだったでしょうかまた面白い問題とかまあ整数の性質関連っていうのを 面白い算数っていうのをたくさん紹介していきたいと思いますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、3曜日 LINE 公式アカウントもやっていますので、覗いてみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。